こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、 PCR 検査の信頼性について、まあ今まで私がね理解していることをアウトプットしてみたいと思います。もちろんちょっと違うところもあるよとかね、それは考え違いだよってこともご指摘いただくかもしれませんけども、まあはっきり言ってね、よくわかんないんですよね。よくわかんないながら、こういう見方を私はしているよっていうことだけをね、今日はアウトプットしようと思います。ですんで、違うよって方はやっぱりコメント欄に書いていただければと思いますね。で、PCR 検査ってのはよく言われるように、今ね、武漢肺炎ね、新型コロナウイルスってやつですけども、これを検出するために行われてるんですけども、じゃあどのぐらい信用できるのかなってことなんですよ。で、その前提として、じゃあこの新型コロナウイルスっていうのは、新型っていうからには、旧型があるわけですよね。じゃあ新型と旧型って、どういうふうな住み分けになるかというと、実は、コロナウイルスっていうものはですね、新型旧型に関わらず、コロナウイルスっていうくくりのものは別に毎年のように発生してるわけなんですよね。コロナウイルスっていうのは、 COVID っていうのがね、18年型、17年型、16年型みたいな形であるんでしょうね。で、今回、問題になっている新型コロナウイルスっていうのは COVID-19 ですね。2019年の COVID、 コロナウイルスっていう形なんですけども、じゃあそこに対してね、 PCR 検査って私たち言うじゃないですか。PCR 検査を受けたら何がわかるかというと、コロナウイルスってものが検出できるんですよ。ここもそうですし、ここもそうですしね、ここもそうですし、ここもそうです。コロナウイルスってものがかかっているかどうかはわかります。ただ残念ながら、ピンポイントで COVID-19 がそれだけがね、 PCR 検査で検出するわけではないんですよ。まあ、ですんで、ここが問題と言いますかね、難しいところで、PCR 検査で陽性って出るじゃないですか。問題のない一般的なコロナも PCR 検査で陽性と出た分には含まれるんですよ。でも私たちが今ね、PCR 検査で知りたいのは、これじゃないですか。武漢肺炎にかかってるかどうかでしょ？新型コロナウイルスに。もちろんそれも検出されるんですけども、そうじゃないものも一緒に検出されるんですよね。まあ、ですんで、例えばですけど、100名の方が、新型コロナウイルスの、まあ、疑いがあるということで、PCR 検査を受けますよね。PCR 検査を受けて、陰性の方は陰性でいいんですけども、陽性の方は、武漢肺炎なのかどうか、新型コロナウイルスなのかどうか、まだ特定できてないんですよ。ただ、一般的なコロナにはかかっているということなんですよね。ただ、去年まで、一昨年までの問題ないとされるコロナにかかっている方まで PCR 検査で陽性と出ちゃうんで、陽性と出た方は、あ、自分も、あ、これなんだ、武漢肺炎かかっちゃった、新型コロナウイルスなんだ、隔離だっていう風になるんですけども、いや、そうではないでしょうっていうことなんですよ。ただ、PCR 検査で陽性出た方の中で、誰が武漢肺炎なのか、誰が武漢肺炎以外なのを、武漢肺炎以外の一般的なコロナなのかってことがね、まだわからないんで、信頼性がちょっといまいちかなっていうところなんですよね。まあ、というふうに私は理解してるんですよ。で、私はね、この今回の件を甘く見ろってわけじゃないんですよ。ただやっぱりテレビの報道だけ見てると怖いことばかりで、なんかね、受け取ってしまうと。で、確かに病ってのはね、何がしの風邪は万病のもとって言いますけども、病ってのはどこどういう風にして自分に、危害を加えてくるか分かんないんで、用心はしないといけないんですよ。用心はしないといけないんですけども、例えば PCR 検査で陽性出た人はね、仲間外れにするとかね、ちょっと差別的にやるとか、そういうのではないかと思います。私の耳に届いてるのは、ある町で PCR 検査受けて陽性と出た人、その同じ町に住んでる人まで一緒にね、ちょっと差別的に、あそこの人と付き合うのやめようみたいなのは、ちょっと寂しいなっていうところがあるんですよね。はい、まあ、どっちにしてもね、今までもお伝えしてきましたけども、事実と感情ってのがね、ごっちゃ混ぜになるようなことがあるんですよ。それがまさに混沌としている状態、まあ、人間性を欠いている状態なのかなというふうに考えることもできたり、やっぱり事実と感情は分けていかないといけないですよね。まあ、難しいんですけどね。こう、かくいうね、私もね、何が、感情で何が事実なのか、いまいちつかみかんでるところでございます。まあ、今日お伝えしたいのは、 PCR 検査の信頼性ってものに対して、今のところ私のね、乏しい知恵で理解するとこういうふうになっていると。 PCR 検査で陰性といってもね、その陰性である、その確率っていうのは絶対じゃないと。
たまたまその検査で陰性だったけども、翌日同じ検査したら陽性になるみたいなこともあるんで、すごくね、不確定要素が高いわけですよね。まあ、ですからね、ちょっと難しいですよね。まあ、どうすればいいんでしょうかってことで、皆さんの意見をコメント欄からお待ちしております。